こんにちは、ウィンディ営業部の松浦正樹です。今回は、ラーメンと、つけ麺の特集となっております。え、ラーメンつけ麺、僕イケメン。はい、はい、今回は、去年の9月にオープンをした、あずきもちにある麺座みつさんと、ネパール人の、ご主人がやっている、プラス N という、ラーメン屋さんに行ってみたいと思います。ラーメンとかめっちゃ食いますね。結構詳しいの、ここら辺のラーメン屋さん。もう営業先のこの地域行ったらこのラーメン屋みたいなものは決まってます。グルメネットワーク的なグルメネットワークがあるので、はい、今回の麺座みつさんは、はいはい、ウィンディの山本社長からのちょっと紹介というか、はいはい、らしいんですけど、はい、一回その話を聞いてて、新しいラーメン屋なんか息子の知り合いがやるからお前食ってこいっていう、僕はもう早く食って俺に感想を聞かせろみたいな感じで聞いてはいたんですよね。番組で食レポしてきました社長とかつっていやっすよお前なんだあれはって言われちゃったら俺も言われそう。社長食ってきます。はい、はい、あ、ここですね。ここですね。あ、着きましたね。めっちゃしますわ。この通気ダクトからすごい煮干し の爽やかな匂いがブワッて今入ってきました。これ今のがやっぱダクト飯ですよ。ダクト飯で期待も高まったところでお店の中へ、店主の堀尾さんにお話を伺いました。じゃあすいません、麺座みつさんのお店について教えてください。はい、うちは煮干しラーメンの店で、修行先で使ってた、香川県産の最高級煮干しのいぶきいりこっていうやつを使ってるんですけど、もうそれをふんだんに使ったり、自家製麺、釜焼きチャーシューを特化した店になっています。愛知県瀬戸市の麺座堅物で修行した堀尾さん、昨年9月末に独立し麺座みつを開店しました。お店の一番のおすすめメニューを教えてください。はい、うちのおすすめメニューは特製濃厚煮干しそばになります。豚骨を1日かけて煮込んで、そこから煮干しを追ってドロドロのスープで、もう煮干しの旨味もあって、豚骨の旨味もあってっていうスープになっています。早速特製濃厚煮干しそばを作っていただきました。煮干しの箱とかもめちゃくちゃあるんで。煮干しですね。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。煮干し以外の。普通に、なんだろう。煮干し、もう本当に煮干しとしか言えないですよ、これ。そりゃそうでしょ。だから煮干しなんだ。下手くそすぎんか、俺。これが豚骨の。そうです、そうです。煮干しも来ますね。一気に香り来ましたね。スープ入った瞬間にもう、香りがブワって上がってきましたね。でも全然あっさりしてるんですよ。食べやすい濃厚さというか。どうぞ。じゃあすいません、いただきます。じゃあ先にじゃあスープから、自分いつももらってるんでスープからいただきます。すっごい肉強いですね今食べた瞬間濃いなってまず第一印象が強かったです。煮干し泳いでますよね。そうですね豚が香ってそこから煮干しの旨味が追ってくるっていうスープなんで、こってりだけど食べやすいっていうスープになってます。でも麺にすごいスープが絡んでいるのが目に見えて分かります。じゃあいただきます。普通にめっちゃうまいですこれここの声出ましたね。めっちゃうまいですこれ。あ、でもすごい食べやすい。食べやすいですよね、はい、結構女性の方の方がそれ好む傾向があるかなって感じです。麺にさっき言ったようにスープが絡んでるんですけど、はい、くどくないというか すんなり食べれるあ、そうですね。チャーシューもめっちゃうまいですねこれ。結構厚めに切ってて、そうですね、なんかもう噛み応えもやっぱすごいありますね。 ですね、その分これがその一番分厚いチャーシュー。豚バラですね、それは。なかなか高校の熱いチャーシュー見ないですね煮干しのスープもすごい合う、そうですね、食べやすいチャーシューです。
煮干しが嫌いな人が帰ってきて、はい、これだったら食べれるって帰ってきました。煮干しってやっぱ好き嫌いってすごいはっきり分かれるラーメンだと思うんで、はい、そんな苦手な人でも食べやすいっていう風に。そうですね。ということはかなりすごいことだと思います。味玉いきます。トロトロっすよ。トロトロっすか。はい、すごいトロトロ。本当に。そのまま。味玉も一応煮干しの出汁で、あの味付けしてるんで、それは結構人気ありますね。で途中で味変で酢を入れていただきたくて。ああはい。あ、めっちゃ入った。でも全然大丈夫。それで蒸せるのだけはやめてください。ちゃんと混ぜます。ちゃんと。なんかさっきよりあの味がまろやかになった感じがします。この煮干し酢入れることによって醤油の角が取れてその丸みが出て食べやすくなるっていう感じです。開店から3ヶ月経った麺座みつ、堀尾さんに今の思いを伺いました。いや、やっぱ少しずつですけどその毎週毎週来てくださる方とかいるんでやっぱ嬉しいなとは思いますね。その自分の作るラーメンがちょっとずつ広まっていってるんだなっていうのは実感します。堀尾さん、本日は素晴らしい一杯ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。では最後に、視聴者の方に向けてメッセージをぜひお願いします。浜松に来たらぜひこの煮干しラーメンを食べていただきたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでしたか？いや、めちゃめちゃ美味しかったですよ。自分の食レポはやばかったですけど、すごい味は美味しかったです。難しいよね、食レポ。難しいですね。見返せない、見返せない、僕の恥ずかしすぎますって。社長も放送見ますんでね、多分ご覧いただきますんで。あ、大丈夫です。大丈夫ですか？社長も絶対見ないでって言っておきます。釘打ってきます、それが。そうですね、あそこの看板が目印じゃないですか。プラスエル、珍しい名前ですね。なんかね、なかなかつけ麺の店で。こんにちは、今日はよろしくお願いします。店主はネパール出身のスマンさん。早速お話を伺いました。プラスエルはつけ麺専門店です。2021年の、4月1日からオープンしてて、そろそろ3年になります。もともとは日本に留学に来ていたスマンさん。大川町の観覧屋で修行の後お店を開きました。お店の人気メニューとしてはエニスペシャルです。チャーシュー3枚で、卵が入ってて、ここの人気メニューになります。金卵もカレーが入ってるっぽくてすごい気になっております。最近始まったキーマヌードルなんですけど、これもあの亡国ネパールでは今年あたりから結構人気になってて、ちょっと辛いんですけど、でも好きなお客さんをみんな喜んで食べているんで。松尾君は辛いの大丈夫ですか？辛いの多少なら、ちょっと辛すぎなければ食べれます。キーマヌードルも気になりますが、まずは一番人気のプラス N スペシャルつけ麺をいただきました。すごいですね、なんか鷹の爪も入ったりとか、あとすごい存在感あるのはこのカレーの半熟煮卵か。これもすごい色合いがすごい見たことない卵の色合いしてるんで、すごい楽しみです。すごい美味しいです。これでもこれが鶏白湯ベースって話だったんで、うん、やっぱすごいあのあっさり、これもすごいあっさりしてて美味しいです。でスープがよく麺に絡むんで、麺を、北海道から仕入れてるんです。北海道からを麺を仕入れて、こっちはあの北海道の麺、札幌直送麺を使ってるんで、すごいもっちりしてるような感じしますね。前にあるスパイシーラー油を入れると、カレー味に味変します。すごい、この匂いがすごい、カレーの匂いがすごい。あれ入れただけで本当にカレーになりました。あのつけ麺食べで、あの途中からあのまたカレー入れたら、あのカレー味をみんなに楽しみにできるからと思って、うん、一つのつけ麺でこんなに味変わるのはなかなかないと思います。
じゃあ自慢のチャーシューですね。これもすごい口の中ですぐほどけるぐらいの柔らかさで、すごい美味しいです。チャーシューは6時間ぐらい煮てます。で、炙ってから、熱々くお客さんに提供するようにはしてます。そしてこちらのカレー味の半熟煮卵、気になるお味は、うん、すごっすごっ、これすごいですよ。中の卵もちろんすごいトロトロで美味しいんですけど、カレーの味っていうのが卵全体について、こんなにカレー味の強い卵を食べたことないです。9種類のスパイスを使っているん でそれを1日中を冷蔵庫に保存して、で次の日からを使うようにしてます。でもよっぽどすごい濃いものの中でこう漬け込まれたんだなっていうのがすごい分かります。うん、めちゃめちゃうまい。なんだろう、つけ麺をやろうとしたきっかけっていうのはあるんですか？神田屋というラーメン屋さんで、6年ぐらい修業やってて、そこをやってる間につけ麺が大好きになってて、自分もつけ麺をやってみようかなと思って。ネパールではそういうつけて食べる麺っていうのはなかったんですよね。こういうラーメン、ちゃんとしたラーメンはなかったんです。で、日本来て初めてラーメン食べた。でその中でも、つけ麺食べたら、あ、これはすげえうまいねと思って、あ、いつかつけ麺専門にしようかなと思いながらやってたんですけど、なかなかすごいストーリーですよね。自分がネパールに行ってカレーをやりたいっていう、はい、でもなかなかそこの国にとどまってカレーをやるっていうことはできないと思うんですよ。異国のこの日本で初めてやってきて魅力に惹かれて店まで出せるってとてもすごいことだと思います。続いていただいたのはネパールでも人気というキーマヌードル。うわ、美味しそう。辛さもすごそうですね。下のラー油の色とかすごいですね。思った以上に。でこの上のカレーにもなんか豆が乗ってるようなキーマカレーになってますね。これ美味しいですよ。すごい美味しいです。ラーメンで食べたことない感覚です。すごい今不思議な、なんかどっちかというとスパゲティに近い感じかなっていう。まあ、母国ネパールではキーマヌードルが流行ってるんですけど、どっちかというともう混ぜそばで甘辛甘くして、自分はこういうのめっちゃ好きだから、あといろいろ試している間にできました。ああ、そうなんですね。あとこのなんか豆みたいなものはネパールで、ネパールでよく食べてる豆です。カレーとして食べてる豆なんですけど、カレーの中に一般的に入ってる、はい、入ってる、そうですね、豆です。枝豆とかは違って、たかの瞬間に中のものが、はい、柔らかくて全部溶けていくような感じのお豆ですね。アズレク豆でやってます。その後ひき肉と豆を一緒にカレーとして作って出してます。で正直そこまで辛いの得意じゃないんですけど、自然と食べれます。やっぱ豆とかがあって中和されてるんで。辛いのが好きな人にも苦手な人にもおすすめなキーマヌードル、ぜひ一度ご賞味ください。で最後に、視聴者の方に、一言メッセージをお願いします。日本来て、つけ麺を好きになってて、つけ麺専門店にしてるんですが、日本人の皆様に、多くの人々に、食べさせたいなと思いながらいるんです。ぜひ皆さんフロッシュエンニエご来店をお待ちしてます。お願いします。あ、じゃあネパール風の挨拶。ナマステ。あ、ナマステか。ありがとうございます。ナマステ。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、はい、どうでしたか今日は。めっちゃ美味しかったです。もうお腹いっぱいです今。なかなかね、慣れない食レポで、はい、ちょっと伝わりにくい部分もあったと思うんですけど、美味しいということは事実なので、ぜひお店の方に足を運んでいただければと思います。社長、今度ラーメンおごってください。お声掛け待ってます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。